赤面、そろそろキャッスルに案内してくれ。オッケー。いや、待たせて悪かったな。上流が大阪に来たんはこのためやもんね。一応理解はしてくれてたんだな。当たり前やん。ただ行く前に一つ聞いときたいんやけど。なんだ。上流、高いとこ平気？あの船、かなりでかいな。ただ、なんでキャッスルなんだ？よくぞ聞いてくれました。船に降りたらすぐわかんで。一番奥のやつ、キャッスルやろ。大阪城。そう、巨大コンテナ船に大阪城を持った大人のアミューズメントパーク。ここに出入りできるんは指折りの VIP だけなんやで。この船のオーナーは近江連合本家でな、海外の使い古しを二束三文で買い叩いたっちゅう一品ですわ。今は近江の貴人会っちゅう組が仕切ってるんやって。貴人会。昔から近江の汚れ仕事専門にやってるって噂の極悪ヤクザ組織や。ここの売りは無制限の自由っちゅうとこかな。飲む使うは当たり前。遊びに来てる VIP の方々は何をやっても許される。ただしスマホの持ち込みは禁止や。うちらもさっき預けさせられたやろ。撮影録音が OK やったらお客さんは自由に遊ばれへんからな。法の目も届かねってわけだ。そういうことやね。昔は会員制の高級クラブとかやったらそれだけで秘密は漏れんかったけど、今は国民全員スマホ持ちの総ジャーナリスト時代。そこで変態の心をつかむ近江の極道が新たなビジネスを立ち上げたわけやな。例えば特殊な性癖をお持ちの VIP 様はここで欲求を満たしていく。スピードが落ちてきたな。さあ、もっとムチを入れて。いいの？じゃあ、行くよ。もちろんだ。思いっきり乱れちゃっていいからな。分かってる。欲望をぶつけられるんは大抵ギャンブルで首が回らんようになった連中や。最後の一発逆転狙って結局それにも負けたお人たち。せやから景気の悪い時ほど補充に困らんみたいやわ。で、さらにもっと派手なんが見たいお客さんにはあれや。闘技場か。ローマの昔から客を沸かすんは流血の殺し合いっちゅうわけ。せやけど夢もあるんやで。ボクシングの元世界チャンプやら伝説の格闘家に幻の殺し屋、妖精、金メダリスト。そんな連中に VIP が大金を張り合うから選手の稼ぎもでかいんや。赤目、ここの仕切りは貴人会って言ってたな。渡瀬組は何も噛んでねえのか。渡瀬組？持ち噛んどんで。あそこの闘技場は毎晩イベンターを近江の組が持ち回りでやってるんや。で、なんと今夜は
奇遇にもその渡瀬組の番やね。なんだと？上流が持たされてた例の赤虎な。あれは闘技場出場のチケットなんや。力さえあったらなんぼでも稼げる夢のリングへの特急券。せやから裏社会に持っていくと結構な値がつくんやで。うちの役目はそれを持った人をキャッスルの闘技場へ案内すること。裏社会でも絶大の信頼がないとできん。こんなん任されてんの大阪ではうちだけや。お前なんでもっと早くそれを言わなかった？だって上流赤虎の意味知らんかったやろ。普通はみんな喜んでくるんやけどな。もし闘技場はイヤイヤってこねられたらうちの責任やね。けどもうここまで来たら船出られへんし。やってくれたな。大丈夫やって。あんたかて腕を見込まれて赤虎渡されたんや。まあ最初は前座やけど上流やったらきっと選手になれる。そん時は渡瀬組の人からどえらいご褒美があるはずや。もしかしたらそのプレゼンターが鶴野さんかもな。なんで手間暇かけて仲間に引き込まなあかんのか。証明してもらわんことにはいい加減こっちもアホらしいようになってくる。なるほど、そういうことか。なあ上流、もしかしてうちのこと怒ってる？いや、むしろいろいろガテンがいったとこだ。するのは俺を試す気でいるらしい。だったら乗ってやるさ。そして必ず後悔させてやる。ようわからんけどうちに怒ってないやったらオッケー。でどこに行けば闘技場に出られる？あの闘技場入るとこに受付がある。行ったらすぐわかるわ。ん？なんだよ、お前はここまでか。キャッスルはうちも選手同伴やないと来られへんからちょっとだけ見物しに行かせて。後で合流するな。ええやろ？分かった、好きにしろ。そうないすねた声出さんでもええやん。ほなまたな上流、一人で受付済ますんやで。よう無事に着けましたな、九龍さん。いや、上流でしたっけ？お前は獅子道、そう呼ばれていたな。今日は顔隠さなくていいのか？ええ、ここでは近江連合の力が法です。心配ご無用ですが。するのはどうした？花輪さんの面倒を見てます。最初は俺が世話しとったんですがね、ちいと可愛がってたら殺す気か言うて取り上げられてもうた。難しいもんですな。生き物飼うっちゅうのは。てめえ、仲間死なせたくないんやったら闘技場へお越しよ。あそこを生きて出られたら花輪の居場所をお教えします。がっかりさせんでくださいよ。鶴野の頭も期待してますんで。花輪は返してもらう。その後お前らにもたっぷり礼をしてやる。
あの人は鬼人会の会長、三代目西谷誉です。このキャッスルを仕切る近江連合の大幹部、若くして金とカリスマと大した殺しの腕をお持ちです。まさに関西極道の鏡や。俺にはどうでもいい話だ。いつまでもお前らのお遊びに付き合うつもりはねえ。そうですか。ほな俺はもう行きますわ。せいぜいお客さん盛り上げたってや。なんや上流、お友達でもおったんかいな。そう見えたんならお前の鈍さも大したもんだ冗談やって。それより闘技場の受付済ませた？まだこれからだ。ほんま上流はうちがおらんとなんもできんな。ほなうちに任せとき。こっちや。毎度グラディエーターのお届けです。お待ちしてました。赤目様、出場の資格はお持ちで？おめでとうございます。大きなチャンスを手にされましたね。登録は何というお名前にしましょう？上流や。かしこまりました。よっしゃ、これでスタンバイ OK やな。せやけどリングに上がるときはグラサン外した方がええで。ああそうか、そいつはまずいな。なんで？顔を見られたくないっちゅうこと？ああ、覆面がいる。どっかで手に入れねえと。あの上流様、よろしいでしょうか？ん？先ほど渡瀬組の獅子堂様からこちらをお渡しするようにと。なんやこれ、プレゼントかいな。そのように受けたまわっております。あの野郎、完全におちょくられてんな上流。他にいくらでもあんだろうに、なんでこれなんだ。まあ上流がこれかぶって戦うのもシュールでおもろいけど。そうか。他に準備がお済みでしたらいつでもお声掛けください。上流様、ええ、はい。上流様。ああ、はい。皆さん楽しんでいただけていますでしょうか。今宵はこれまで死者5名。さあまだまだ血が足りません。そこで本日のイベンター渡瀬組プレゼンツ、歴史的な極道の構想3連戦で再現いたします。3連戦、何が始まる？知るか、俺たちは前座のカマスイヌだ。説明なんざろくにされやしねえ。
獅子堂よ。あの5人私組で集めてきたんだろう。いっぺんに死なせちゃっていいのか。今夜のキャッスルを盛り上げるためですわ。それに全員がやられるとも限りません。へえ、なんか面白いのでもいた？ええ、期待の新人が一人。20世紀の終わり、大阪、近江連合の目をかすめ人々を苦しめていたのは国際犯罪シンジケート、ブルードラゴン。この夜町への無差別放火を企てていた。そこへ現れたのは若き日の渡瀬組長だ。くそ、こっちは丸腰だぞ。あのデカブツが渡瀬役ってことか。渡瀬組独立の創設、ブルードラゴン壊滅作戦。我らの渡瀬組長が甘っかな花を咲かせます。何時間だ、途中なんて無理だろう。ハンデをやる必要はなさそうだな。来い。組長倒れる。歴史が変わってしまいました。よーし、指導、あいつだろ、期待の新人。へい。せやけどまだまだこれからですわ。さあ、歴史的な極道の戦い、次なる構想は2005年、カムロ町。東条会を手中に収めんとする凶悪な極道、錦山明。無造無造の暴徒を煽り、いつしかカムロ町は暴力の渦に。暴徒たちの狙う男はただ一人、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。手加減はしねえ。死にてえやつだけかかってこい。人をおちょくってやる。さあ皆さん、傘はお持ちでしょうか。血の雨が降ってまいります。ご注意を。Look!
堂島の竜気流一馬キャッスルに散る。なんとまたしても番狂わせ。今日の闘技場はまさに筋書きなしの殺し合い。ええぞ上流、もう一遍生き残ったらご褒美や。上流、あいつがそう呼んでくれ言いますんで、本名は言うてくれんのです。へえ。次はあいつを気流役にして伝説の喧嘩を再現しますわ。2006年冬、ある事件が起きていました。近江連合史上最強と謳われた伝説の極道が突然姿を消したのです。彼の名は近江連合直参合流会二代目会長、合田隆二。その夜、神室町で合田隆二と桐生一馬、東西の竜が激突したと言われています。勝敗の行方は闇に葬られましたが、実は消えた合田隆二は今もどこかで生きているのではないか。もしかすると今夜この場所に。さあリングが上がっていきます。先ほど桐生一馬を下した選手上流が新たに堂島の竜を演じます。ついに3戦目、もはや逃げ場はありません。食うか食われるか、伝説の極道頂上決戦が今皆さんの前でよみがえります。
見た目だけはいい線いってたかな。あいつは虎の意を狩るなんてまね、死んでもやんねえ。粋な出し物だったじゃねえの、獅子堂。やるな。恐れ入ります、会長。渡瀬組はよく見つけたよ。まだいるんだな、あの強さで。無名の男ってのがさ。この闘技場があるおかげですわ。ここは金と力を呼び寄せる魔界屋を持っております。お前おべんちゃらうまくなったよな。育ち悪いくせに。ありがとうございます。ほな、俺はイベンターのお役目がありますんで。見事なショーでしたな、桐生さん。ほんま、しびれましたわ。こっちは約束を果たした。さっさと教えろ。花輪はどこにいる？まあ、そう慌てんと、お祝いを言わせてください。ちょっとぐらいおしゃべりに付き合ってくれたって、ええやないですか。この景色どないです？きらびやか、ゴージャス。どん底におった俺にはまぶしすぎる光の街や。15の時、俺は親に捨てられて、こことは別の闘技場にぶち込まれてました。解消なしで借金まみれのおとんは何でも金にしよるもんで、今頃はどっかでノタルジンドルやろな。そのせいで俺は似たような年頃のガキどもと殴り合い、殺し合いさせられる毎日。鬼人会の消耗品ですわ。生き残るには強なるしかなかった。もっとも強なったとこで気まぐれに殺されることもある。強さと幸運、どっちか一つでもなくしたら途端に死んでまう。他の誰かにいつ命を握りつぶされてもおかしない。こんなん笑って話せるようになったんはやっと最近の話です。なら、お前にとって鬼人会は悪夢そのものじゃねえのか。その割に会長と随分来やすいように見えたぜ。今はそれなりに口聞ける立場になりました。鶴野の頭が
俺を拾い上げてくれたおかげです。何十年と地べた張ってきた俺の力をあの人が見つけてくれた。まさに地獄に仏や。獅子道いう名前は杯の時渡瀬の親父につけてもらった名前です。クソまみれの過去全部捨てて生まれ変わるために。あんたは俺と違うでしょう、桐生さん。あんたの過去は道島の竜や、喧嘩最強、仁義と男気にあふれた伝説の極道、まばゆいばかりの人生を歩まれてきた。せやったらこそこそ死んだふりなんぞせんで堂々と名乗り出たらええ。花輪さんのことも大道寺のことも全部忘れて好き放題やりましょう。桐生一馬よみがえらせて俺らともう一花咲かせましょうや。あんたかてほんまはそれを望んでるはずです。なあせやろうが。そんなもんちっとも望んじゃいねえよ。ああ、もうお前のおしゃべりには十分付き合った。どうしても続きが話してんなら花輪を返してからにしろ。そもそも話す相手を間違えている。俺は桐生一馬じゃねえ。頑固なお人やな。それとも大道寺のしつけがよほど身に染み込んどるんか。どうやったらそこまで飼いならされるんです。さっさと花輪の居場所を教えろ。これ以上時間を無駄にしたくねえ。さいですか。しゃあないな。約束は約束や。花輪さんは蒼天堀の一角に監禁されております。第三並木ビルっちゅうのを鶴野の頭がアジトにしてましてね。そこであんたを持ちかねや。組でもえりすぐりの兵隊たちと一緒にな。おとなしく花輪を返す気はねえってことか。親父も頭もあんたに力借りたい言うてるんや。せやけど頭、これを最後の交渉にするつもりです。あんたにはこんな風に言いつかっておりますわ。花輪さんを取り返したければ力ずくでどうぞ。お前は、あんたとやり合うときは試合明けのハンディ抜きやないと。後で言い訳にされてもつまらんしな。ならせいぜい首を洗って待ってろ。花輪を助けたらあいつがやられた分だけきっちり返しに行く。楽しみにしてます。あんたは俺の獲物や。頭にやられんでくださいよ。よお、待っとったで。ご褒美はどんなんやった？うちかてここまで世話したんや。ちょっとお裾分けしても罰は当たらんのと違う？何も受け取ってねえ。それより蒼天堀に戻る。え？なんで？ほんまにご褒美なし？話はヘリの中でしてやる。とにかくすぐにここを出るんだ。わかった。なんやシリアスやな。そしたら準備させるから先にヘリポート行ってるわ。上流も準備できたらすぐ来や。もう支度済んだ。
蒼天堀に戻るんやな。オッケー、キャッスルにはまた好きな時に来れるからな。言うてくれたらすぐヘリ飛ばしたるわ。あんたはもう闘技場のスターやしな。ほな、蒼天堀に戻んで。